海の真っただ中でただ一人、水もなく食べ物もなく、ただ船で漂流するだけ。そんな絶望の中にいたフィリピン人を日本の漁船が救出した話題です。AFP 通信の記事からです。オモンゴスさんは3週間前に救助され、生まれて初めて乗ったという飛行機で、マニラの空港に到着。海上を約2ヶ月間漂流した後に、パプアニューギニア沖で日本の漁船に救助された時は、やっと助けられた時は泣き止まなかった。弱りすぎて立てなかったので、運び出してもらわなければならなかったと述べた。よかった。発見があと数日遅かったら、生まれて初めての飛行機にも乗れなかったかもしれない。日本の漁船が漂流船を発見して、少しずつ船に近づいてきた時には、神様、ありがとう。心の底から思ったのではないでしょうか。乗っていたのは、全長 2.5 メートルの小型ボート。雨水と船体に生えてくる苔を口にして生き延び、熱帯の強い日差しを避けるために頻繁に海中へ潜った。一緒に遭難した叔父のレニエル・オモンゴスさんは、おそらく飢えと熱射が原因で遭難から1ヶ月後に亡くなったという。オモンゴスさんは、叔父の遺体を数日間自分のボートに留めていたが、腐敗してきたため海に流したという。毎日少なくとも4隻もの船が近くを通っていった。僕は手を振ったけれど、どの船も全く止まらなかった。3から5キロ離れたところから小型ボートは見えなかったのだろうという。だが、希望は捨てなかった。ずっと祈っていた。少なくともどちらか一人は家に帰らなければならないと自分に言い聞かせ続けたと語った。しかし神様は見捨てませんでした。若葉丸という日本の漁船に発見された時には、オモンゴスさんは何日間かに一回、苔を食べるだけの状態で非常に衰弱し、61キロあった体重は20キロ台まで落ちて痩せ細っていた。オモンゴスさんは小学校6年で卒業した後はずっと漁をやってきたが、3月30日にジェネラルサントスに帰郷した後、二度と船には乗らないと誓い、多分学校に戻るつもりだと語った。マニラ空港に到着したオモンゴスさんは、とても元気そうな様子なので、よかった、よかった、これからも頑張ってください。以上、イージスがお送りしました。それではまたお会いしましょう。